YouTube 版釣りバナビをご視聴いただきありがとうございます。今回は、淡路島の北東部に位置する、翼港の釣り場をご紹介いたします。釣り場の概要。翼港は、兵庫県淡路市楠本にある釣り場で、神戸淡路鳴門自動車道、淡路インターからも、アクセスがとても良い場所です。また、潮通しの良さから、大物狙いの釣り場として、評価が高い釣り場でもあります。メインの釣り場は概要に面しており、明石海峡からの潮が流れ込むため、大物の期待ができます。また、内向きも釣りができるので、内外ともに、初心者や家族連れでも楽しむことができます。施設としては、駐車場やトイレなどが完備されており、駐車場代は1台500円と、清掃協力金として、1人500円で利用することができます。翼港の入り口は、国道28号線、夢舞台前の交差点を曲がれば、すぐにゲートがあります。翼港は、安全性についても配慮されており、初心者や家族連れでも安心して釣りを楽しむことができます。釣れる魚種、翼港では、アジ、サバ、イワシ、サヨリ、メバル、ガシラ、アコウ、カワハギ、アイナメ、カンダイ、チヌ、ウレ、スズキ、シロギス、カレイ、アオリイカ、ハマチ、シオ、シイラなど豊富な魚種が狙えます。例えば、アジやサバ、メバルなどの根魚系の魚は、初心者でも比較的簡単に釣ることができます。また、中級者以上の方でも、スズキやアオリイカ、シイラや、青物などの大物を狙うのに適しています。また、季節によって釣れる魚種が変わるので、一年を通して、様々な魚種を楽しむことができます。そんな釣り場にご興味のある方は、ぜひ一度訪れてみてください。これからも、このような釣り場を紹介していきますので、次回もお楽しみください。以上、YouTube 版釣り場ナビでした。ありがとうございました。